こんにちは、うぷ主のまたたびです。今回は2022年3月のダイヤ改正のトピックスについて個人的なランキングの発表です。それでは参りましょう。今回は第11位からです。第11位は宇都宮線と日光線に231系の投入、相模線にも追加投入で205系の延滞とワンマン運転区間の拡大です。E131 系は2021年改正から千葉県内での運用が、同年11月から相模線でも運用が開始されています。今回の改正で宇都宮線の宇都宮以北、日光線、相模線の車両が全て E131 系となり、この区間で運転されている205系は観光列車いろはも含め全て引退となります。また E131 系で運転される列車区間については全てワンマン運転となります。ワンマン運転に関しては、成田線や八高線、川越線の一部区間や、長野県内の複数の路線でも、区間や時間帯が拡大されるようです。近い将来には京浜東北線や、山手線での自動運転計画もあり、今回のワンマン運転区間の拡大も、そういった将来への布石に思えます。乗り鉄目線だと、宇都宮黒磯間で数本あった、グリーン車の運用がなくなるのが地味に悲しいところですね。続いて第10位は、山形新幹線翼の全車指定席化、および山形、秋田新幹線の特急料金改定です。山形新幹線の全車指定席化に関しては、秋田新幹線小町が全車指定席ということもあり、いずれは山形新幹線も、と予想していた方は多かったのではないでしょうか。日本の鉄道は国鉄時代の L 特急思想もあって、自由席継続を望む声も少なくありません。東海道新幹線の東京新大阪間などは、のぞみが数分おきにやってくるので、席や列車を指定せず、やってきた新幹線に飛び乗りたい、というニーズも高いでしょう。しかし、そういった変更手続きもスマホで簡単に行えるようになってきたので、今後、新幹線や特急の全車指定席化はますます加速していくと、うぷ主は予想しております。今回の山形新幹線、翼の全車指定席化に関しては、駅ネットのリニューアルを行い、特ダネの設定や JRE ポイントなどで、自由席からの値上がり分の還元をアピールしています。将来的に路線内の特急列車、すべての全車指定席化と、特急券の販売完全オンライン化が達成されれば、航空機や高速バスのような、変動料金が採用されるものと思われます。そうなれば季節や時間帯による料金の差額がより明確になって、利用者目線では、自分に合った列車、料金を選択できるようになり、JR 側も、繁忙期や朝夕の混み合う時間帯のためだけの車両を購入する必要がなくなります。さらにお盆や年末年始など、再繁忙期料金などを設定することにより、帰省やバケーションが分散すれば、各観光地も閑散期が短くなり潤います。特急料金の改定に関しては、ミニ新幹線の在来線区間に関する改定です。基本的には数十円から数百円、従来より安くなるので、利用者側からすれば良い改正ではないでしょうか。一部に値上がりの表記がありますが、これは自由席と新料金の差額です。在来線区間のみで、主に自由席を利用していた方にとっては値上げとなります。感覚的に、短い距離でも気軽に新幹線、というのは利用しづらくなりそうです。続きまして第9位は、各地で続く減便改正。JR 東日本は新幹線や首都圏でも、伯備線の特急やくもは回復するも、相変わらず厳しい空港特急、です。2021年の改正は、コロナの影響で大幅な減便改正となりましたが、今回の改正もそれ同等、もしくはそれ以上の減便改正となりました。まずは新幹線、JR 東日本では、はやぶさややまびこを中心に、実に40本以上の列車が臨時列車化される上、運転を取りやめる列車も発表されました。のぞみ30周年ということもあり、山陽新幹線区間に関しては、大東京、名古屋の滞在時間が伸びるよう、利便性アップの改正が行われますが、九州新幹線直通列車に関しては、一部列車の臨時列車化も発表されています。在来線特急に関しても、大幅減便で運転本数がおよそ半分になってしまった、伯備線の特急やくもに関しては、運転本数の回復がなされますが、それ以外の特急に関しては、コロナ減便の現状維持、もしくはさらなる減便、運転区間の短縮が行われます。JR 西日本の特急に関しては、週末を中心に増便の発表があったのが、少し明るい話題でしょうか。ただこれ、裏を返せばこれまで需要の要であった、平日のビジネス利用が戻っていないことの証明でもあります。国内においてもコロナを機に、テレワークや地方移住が増えていますが、実際はそれを続けられる業種は限られていて、会社への通勤が戻っているのが現状です。ただ出張に関しては、オンラインミーティングが主流になっている感があり、実際に現地に赴く必要がある場合以外、出張需要というのは戻りにくいと思われます。鉄道会社、特に広範囲に路線網を持つ JR 各社としては、ビジネスマンの出張需要というのは、重要な稼ぎどころの一つだったと思われるので、今後も苦境は続きそうです。空港連絡特急の成田エクスプレス、はるかも苦境が続きます。千葉駅停車や通勤時間帯の運転再開など、通勤特急としてなんとか生き延びている感じです。また今回の改正で、JR 西日本の在来線特急で電車指定席化が進みます。
電車指定席化が行われない北陸特急に関しても、指定席車両が増えます。普通列車に関しても、各地で減便、減車の発表がされています。首都圏や関西アーバンネットワーク内においても、日中を中心に減便や運転区間の短縮が行われます。山陰本線では快速アクアライナーの全廃、鳥取ライナーも大幅な減便となります。18キッパーの嘆きが今から聞こえてきそうです。ご愁傷様の18キッパーは置いといて、第8位は、常磐線、土浦より先の区間において日中の減車を発表。グリーン車を利用できる区間も大幅に短縮、です。これも18キッパーが悲しむ案件でしたね。内容的には第9位と被るのですが、割と衝撃的なトピックだったので別にしました。現行、常磐線の中距離電車は10両、または15両編成が水戸や勝田まで行く運用が多いのですが、今回の改正で、日中の列車はほとんどが土浦で乗り換えとなります。接続する水戸方面に向かう列車は5両編成ということで、これまで水戸や勝田まで利用できていたグリーン車が、土浦までとなってしまいます。ただし何度も繰り返しているように、日中の時間帯のみです。朝夕を中心に、これまで通り10両、15両編成が水戸や勝田まで参ります。それでは第7位。第7位は新潟地区の話題。快速信越の廃止と、一部の特急稲子で減車、運転区間短縮、です。快速信越は朝夕に1本ずつ運転がある、いわゆるライナー的な列車です。2021年改正までは朝のおはよう信越、夕方の楽々トレイン信越でしたが、快速信越に生まれ変わって、わずか1年での廃止となりました。もともと朝のおはよう信越は全車指定席で、夕方の楽々トレイン信越が座席整理券制の、いわゆるライナー列車でした。2021年の改正では、羽越本線を北上する楽々トレイン村上が廃止されたので、快速信越も将来的には、と思っていましたが、さすがに翌年というのは予想外でした。なお大体の快速列車が、直江津長岡間で運転されます。車両は E129 系です。同じ E653 系で運転される特急稲子と白雪ですが、白雪は1往復が廃止となり、改正後は1日4往復となります。稲子は秋田発着の1往復が逆さ止まりとなるほか、稲子3号と10号が、多客機を除き4両編成での運転となります。この4両編成の稲子はグリーン車がつかないということで、白雪編成の1100番台が投入されると思われ、車体カラーがどうなるのか、今から気になるところであります。続いて第6位は、関西地区の225系追加投入による、大阪東線の221系化、それに伴う201系の延滞、です。225系の追加投入、および201系の延滞に関しては、2020年の時点で発表されていましたが、いよいよ201系の終焉に向け、最後の動きが出てきた、という感じです。現在、東海道山陽本線の快速で運転されている、221系を225系で置き換えて、その221系を大阪東線や、関西本線に回し、201系を延滞させます。今回の改正で、201系は大阪東線から完全撤退し、関西本線で最後の活躍をしますが、2023年度中の引退が発表されています。山陽本線の113系や115系、非電化区間の地下40系など、国鉄車両が多く残る JR 西日本ですが、大阪近郊において、いよいよ国鉄型の終焉が間近に迫ってきた感じです。続きまして第5位。第5位は、JR 北海道、快速エアポートの指定席料金を大幅に値上げ、です。現在、快速エアポートの指定席、Uシートの料金は530円ですが、新たな料金は310円アップの、840円となる予定です。これは現行の JR 北海道、25キロまでの A 特急料金と同等の額となります。札幌新千歳空港間は 46.6 キロあるので、この区間に特急列車が走っているとしたら、特急料金は50キロまでの1160円となりますが、自由席だと630円になります。そう考えると、840円というのはかなり割高に思えてしまいます。コロナで落ち込んだ収益の回復とのことですが、この値段では利用者離れも懸念されます。なおこの値上げは、2022年の4月1日からとなります。同時に、駅ネット利用による、チケットレス化も始まります。4月1日ですが、残念ながらエイプリルフールネタではありません。第4位は、JR 東海、ホームライナーの運用縮小、です。その存在が希少になりつつあるホームライナー、第7位で紹介した、楽々トレイン新越と村上の廃止により、ライナーが残るのは JR 東海と北海道のみです。北海道のライナー列車は手稲札幌間のわずかな区間で、運転も朝の3本のみということを考えると、実質、ホームライナーが残るのは東海のみと言えそうです。JR 東海エリアに残るホームライナーですが、東海道本線の名古屋大垣間のホームライナー大垣、中央本線のホームライナー多治見、水波、中津川、そして静岡地区のホームライナー浜松、静岡、沼津です。今回の改正で減便、運転区間の変更があるのは、中央本線と静岡のホームライナーです。中央本線のホームライナーは全列車が水波発着となります。運転本数は朝が3本から2本、夜は5本から2本の減便となります。停車駅に鶴舞と大曽根、構造寺が加わり、名古屋大曽根間は各駅停車となります。
静岡地区のホームライナーは平日の運用に変更はありません。と休日に運転していた列車が、すべて廃止となります。18キッパーの難所、静岡横断を快適にしてくれるホームライナーですが、いよいよ全廃も近いのか、などと考えてしまう、今回の発表でした。なお、ホームライナーに使用される JR 東海の特急車両、本来の特急運転の際、列車愛称の前に関していたワイドビューの故障が、改正以降はなくなります。さあ、いよいよベスト3の発表です。あくまでも個人的に気になった順位ですので、あしからず。それでは第3位。第3位は、宗谷本線の東久留連駅を移設、名寄高校駅に故障変更、です。2021年の改正では一気に12駅が廃止となった宗谷本線でしたが、今回の改正で廃止になるのは、中川町の宇多内駅、1駅のみでした。そして名寄駅の南およそ2キロの場所に、名寄高校駅が開業します。厳密には新設ではなく、東久留連駅の移設、および故障変更なのですが、感覚的には東久留連駅の廃止と、名寄高校駅の新規開業に近い感じだと思われます。東久留連駅は名寄市街の南端に位置しますが、実際は人家はかなり少ないエリアです。名寄高校は東久留連駅よりおよそ 1.5 キロ北、名寄駅からは2キロということで歩けない距離でもないですが、利用者のほとんどいない東久留連に列車を止めるより有意義なのは、誰の目にも明らかです。今回の改正では、札沼線にロイズタウン駅が新設されますが、個人的にはこの名寄高校駅開業の方が興味を引き、ローカル線の今後を占うものになると思っています。それでは第2位です。第2位は、同じく JR 北海道、特急大空より KIHA283 系が引退。特急北斗の KIHA281 系も2022年度中に引退予定、です。2020年の改正より6往復中、半分の3往復が KIHA261 系に置き換えられた特急大空ですが、今回の改正で KIHA261 系が追加投入され、ついに6往復全てが KIHA261 系での運転となります。JR 北海道の高速化に貢献した KIHA283 系は完全引退、特急北斗で活躍する、一世代前の KIHA281 系も、2022年度内での引退が発表されています。石北本線では、国鉄型の KIHA183 系が老体にむち打ち頑張っているので、単純にあれを置き換えられないのか、とも思ってしまいますが、時速130キロ運転ができなくなった今、KIHA281 系や283系のスペックは過剰設備であり、整備などにも余計なお金がかかってしまうので、KIHA183 系の方が経済的、ということなのでしょう。このまま KIHA261 系の追加投入が続けば、KIHA183 系も2023年度か、2024年度には引退になると思われます。JR 北海道では H100 型、デクモの投入にも力を入れており、今回の改正では石北本線、旭川上川間の大半が同形式での運転となるほか、特急大空の活躍する、根室本線の新徳釧路間の全普通列車が、一気に同形式に置き換えられることになりました。これにより JR 北海道、KIHA40 系に乗車する機会が残る路線は、函館本線の長万部以南、日高本線、室蘭本線の苫小牧岩見沢間、根室本線の滝川東鹿越間、石北本線、釧網本線となりました。ローカル線には国鉄型機動車がよく似合う、というのはファンのわがままですが、そういう汽車旅ができるのもあとわずか。ですよ、多分。それではいよいよ第1位の発表です。もう残っているのはあれしかないですね。第1位は、JR 東海、在来線の完全新型車両、315系がデビューです。例年の改正だと、新型特急車両の陰に隠れてしまいそうな話題ではありますが、今回の改正でデビューする完全な新型車両がこれだけであったことと、例年、改正の話題は新幹線の話ばかりの東海で、久しぶりの在来線の話題ということで、あえての1位としました。結局オールロングシートカー、という静岡県民の嘆きのイメージが強くて、315系イコール静岡地区と勝手に思っていましたが、最初に投入されるのは中央本線、名古屋中津川間です。なお315系の運用開始は、ダイヤ改正の1週間前、2022年の3月5日、土曜日が予定されています。これに伴い、国鉄から継承した211系、最後の8両が2022年3月中に引退予定で、JR 東海の車両は全て、JR 加護に製造した車両となります。JR 加護に製造された211系、213系、さらには311系も、315系によって置き換えられます。まずは中央本線に集中投入され、2023年度中に名古屋中津川間の車両は、特急信濃を除き315系に統一される予定です。これはつまり、転換クロスシートの313系も東海道本線などへ転属ということで、オールロングシート化は、沿線民としては複雑な思いでもあります。JR 東海では新型の在来線特急車両、HC85 系のデビューも2022年度と発表されています。のぞみも30周年ということで、2022年度は JR 東海から目が離せませんね。ということで、2022年3月改正の話題、個人的なランキングでした。最後に時点を2つ、紹介させてください。まずは2022年の秋に開業予定の西九州新幹線についてですが、それに関しての話題は、今回のダイヤ改正での発表はありませんでした。
並行在来線区間の扱いが、これまでの整備新幹線並行在来線とは異なるので、青春18切符の扱いなどがどうなるのか、気になるところですね。もう一つは JR ではありませんが、小田急のロマンスカー、VSE の引退です。VSE のデビューは2005年ということなので、あまりにも早い引退となります。2018年に新型ロマンスカー、7万型 GSE がデビューしていますが、個人的にはロマンスカーのエースは VSE だと思っているので、ちょっとショックです。小田急では2022年3月12日、JR と同じ日にダイヤ改正を行いますが、このタイミングで VSE の定期運行は終了となります。その後は臨時列車としての運用が組まれる予定ですが、2023年の秋頃に完全引退の予定、ということです。VSE の引退があまりに早い理由ですが、車体の特殊構造があだとなったそうです。古い車両は部品調達がだんだんと難しくなるというのはよく聞く話ですが、VSE はそれに加え、特殊な構造の車体ゆえ、整備や修理にとにかくお金がかかる、というのが引退の理由みたいです。これはちょっと、ただただもったいない、としか言えないですね。VSE が引退すると、ロマンスカーの魅力はかなりしぼんでしまう気がしてなりません。以上、2022年ダイヤ改正の話題でした。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。